イス口を渡ったところで皆さんと本日お会いできて嬉しいです。神からのラブレター聖書は3つのものになります。神、罪、罪、秘密です。第一番目、神。神はおられる。私たちを作り全知全能で愛なる方。しかしこの神から離れたことを罪と言います。罪の結果人は死ぬ、不幸になる。しかし神の一人はイエス・キリストはこの罪を許し救うために2021年前に来られました。キリストを信じたら救われます。イエス・キリストと出会ってください。避難を掲げてあなたを称えます。救いのためにあなたは来られた。救いの全地に神を知る知識を
あふれる。神とは誰でしょうか。私たち人間を作られたか、世界を作った創造者、その神の一人をイエス・キリストは2021年前、西暦元年この地上に生まれ、そしてあなたを救うために33歳の時十字架にかかり死なれました。墓に葬られました。しかし3日目によみがえって今も生きています。信じるだけで救われるのです。神はあなたを愛しています。ジーザスラブスユ、ジーザスラブスユ。すべての民が救われるため、働いておられるし、主の望まれるところにどうぞ見かわしたまえ。キリストの十字架に皆さん、ぶつけて持ってきてください。キリストはこうやります。
疲れた人を共に呼んだ人は私のもとへ来なさい。カウントダウン、私のもとへ来なさい。ジーザスはあなたを愛しています。信じるだけで救われる。なんならばキリストはあなたの罪や苦しみ全てですよ。十字架で死なれたのです。あなたは自分一人で背負っていかなくていい。キリストのもとへ来てください。そして救いを受けてほしい。神はあなたを愛している。ジーザスラブスユー。神はあなたを愛しています。神はあなたを愛しています。あがめます主を、皆心からたぶん。はい、頑張れ。
神の言葉を聞くことに対する危機感、人々が聞けない、そのようなことが聞ける環境にない。しかし今日皆さんは幸いです。神の言葉を聞くことができるからです。神はあなたを愛しているんだ。イエス・キリストがあなたの救いとして信じるだけで救われます。勉強するらしいよ。勉強して。でも俺その辺もさ、俺も理解してる。
まあ、しかしですね、中心というのはあなたがいるところが中心です。なぜならば神が共におられるから。神があなたを作り、あなたを愛し、神があなたの味方です。友達なんて少なくたっていいんですよね。神が共におられる、神があなたを愛している、イエスキリストを知り永遠の命をいただいてください。神はあなたを愛しています。仮説なんです。
科学ではありません。聖書は後者の創造論を語ります。この世界は神が作った、そしてあなたは神に似せて作られた作品なんだ。あなたには価値がある、あなたは愛されている。しかし一方、進化論ではあなたは偶然に存在している、この世界も偶然だ。価値も減ったくれもありません。あなたは愛されているのです。あなたを作られた神を、その方がおられる目に見えない神は、今日イエス・キリストとしてこの地上に来られました。神、あなたを愛しています。ジーザスを信じて一緒に天国に行きましょう。信じなさい。神はそう語ります。あなたのために死んだ人がいる、あなたのために死んだ人がいる、すべてのものにから救うため、孤独の中から救うため、作った神、世界の創造者である神の一人をイエス・キリストに
人はなぜ素晴らしく価値があるのか。神に似て作った。聖書はこう語るんです。我々に似せて人を作る。我々の神はたくさんいるのか。いや、唯一だ。父と子と聖霊という、その三位一体なる神が愛の交わりを持ってあなたを作り、あなたに今日愛を伝えています。神は愛です。 God loves you。 God is love。 神はあなたを愛しています。 God is love。 イエス愛に喜ばに合わせよう。イエスに対してのサラミだ。ハローエブリマン。 Jesus loves you。 神はあなたを愛しています。イエスキリストはあなたを愛しています。
あなたがイエス・キリストのもとに来ることができないでしょう。救われる必要があることを知って人は初めて神のもとへやってくるのです。コロナの脅威かもしれない、家庭が壊れそうなのかもしれない、仕事もうまくいかない、人間関係が疲れるのかもしれない、でも今日皆さんは神が必要ではないでしょうか。神はこの世界のうちに目に見えないけど生き動き存在しています。もし信じるならあなたを救うことができます。今日皆さん、イエス・キリストはあなたを愛しています。我らの主に向かって
罪の結果、それはあなたは花束のような根っこが切られた状態、神との関係がないので死ぬんだ。しかし今日イエス・キリストはあなたを救い出し、あなたを救い出し、もしキリストを信じるなら神と和解し、またあなたは救われます。その救いを受けてほしい、心から皆さんにそれをお勧めいたします。神はあなたを愛しておられます。今日あなたの人生を変えるためにキリストはあなたの罪を背負って救いを受けるために十字架にかかって死なれました。今日街頭演説を通して皆さんに知っていただきたいのはキリストを信じたら救われるということです。またゴスペルライブを通してジーザスの愛を皆さんに心で感じてもらいたいのです。信じたら救われます。信じたら救われます。信じるだけでいいのか。そうです、信じるだけで救われます。なぜならば神の名は全てしてくれたから。なんでじゃあ信じなきゃいけない。それはあなたの自由意志を尊重するのです。どんなに良いものでもね、押し付けられたら嫌ですよね。もしあなたが信じるならばというのはあなたが求めるなら、私を救ってほしいと願ったら神はあなたを救う。皆さん、神はあなたの創造者、あなたを愛してあなたに自由意志というものを与えられます。つまりその自由意志というのは何か、何をする自由も与えられます。アダムとエバに罪を犯すその可能性を与えられる。アダムとエバが、ね、罪を犯した。なんで神は罪を犯せないようにしなかったのか。アリスはそう思います。でもそれでは自由意志ではない、ロボットみたいなの。神は罪を犯す可能性を含めてアダムとエバに自由意志を与えられる。そして神に従うことを
願われた。しかし人類はそのようにして神を捨て、今日も多くの人が神から離れて、この日本の 1% の人だけがイエス・キリストを信じ、世界の3人に1人だけしかキリストを信じていない。50億ぐらいの人たちが神から離れた状態、神はその心を痛めておられます。今日帰ってきなさい、私の元へ帰ってきなさい、神はそう語ります。この人が神様です。ジーザスラブスよ。
神とつながって、皆さんが神と共に生きていく生活ありがとうございます。